例の多さは、スペインカンタブリア州のムニシピオ。コマルカで、カンポロスバジェスの行政、経済中心地である、イハル川とエブロ川が交差する地点に位置する。例の多さは、自治体である、カンポデエンメディオに完全に取り囲まれた状態となっている。バロック様式のサンセバスティアン教区教会860年以降、アステリアス王国に仕えるカスティーリア博。 ロドリゴデカスティーリアの領土だった。霊能差の地はサラセン人の侵入を食い止める辺境の要塞であった。スペインハプスブルク家及びスペインブルボン家初期にはトローケンに属していた。スペイン内戦中の霊能差は重要な位置にあった。反乱軍の動きを感知する国境地帯にあったためである。フランコシゴの民政遺憾後、霊能差では産業が盛んになった。 しかし1987年にはレイオフが行われるなど経済は停滞状態にあった。1987年3月から4月にかけ、労働者の暴動が起き、鎮静化のためグアルリア・シビルが動員された。多くの負傷者が双方に出たが、グアルリア・シビルが労働者に向けて使用したガスダンによってスペイン、労働者委員会のメンバー、ゴンサロ・ルイスが死亡した。ルイスの死により、 1937年5月6日と5月7日に、例の佐とその周辺地域にて、ゼネストが行われた。ルイスの葬儀が行われた5月7日には、カンタブリア州全土で2時間のストライキが行われた。近年、一部の産業分野が回復してきている。ありがとうございます。